死んだらどうなるの？あちらの世界ってこんな感じなんだ。本書は死後の世界について書いています。魂が肉体を離れてから、私たちは何をすればいいのか、どこに行けばいいのか、向こうの世界は一体どうなっているのか。死後の世界は暗く寂しいものではありません。一般的なその印象とは逆で、実際の世界は明るく楽しいところです。成仏をすると、のんびりのびのび、ゆったり穏やかに、心から楽しく過ごせる生活が待っています。天国が本当にそこにあるのです。その上の世界に行けば、やりたいと思うことがたくさんあります。どれも楽しそうだし、やりがいもあるしで、うわぁ、どれを選ぼうかなぁ、とワクワクと迷います。どれにしようと考えるところからすでに充実感もあって、ウキウキが止まらない。そんなポジティブな世界なのです。死後世界がそんなに楽しいなんて丸ごと信じられませんという方がいらっしゃるかもしれません。そのような方はファンタジーな読み物として読んでもらってもいいと思います。本当かな、本当にそうなのかなとずっと疑いながら読んでしまうと、知っておくべき大事なことが何も残らないかもしれないので、おお、ファンタジーな世界で面白いなというふうに楽しくお読みいただく方がいいです。そのような感覚で読まれれば、書かれている内容が頭の片隅に残るからです。ここに書かれている知識のどれかが、死んだ後の自分を助けてくれるかもしれません。たとえ信じなかったとしても、情報を捨てたりせずに心のどこかに置いておけば、何かの時に役に立つと思います。死んだらどうなるの？魂は毎日残りの年数を確認している。人間には必ずあちらの世界に帰る時が訪れます。死ぬことをどう考え、どう捉えるかで、自分の最後の過ごし方、この世を去るその瞬間の心の持ち方などが変わってきます。死ぬことを良くないことだと捉えていたら、創生した人に対して無念だろう、かわいそうにといった哀れむような感情になると思います。創生するのは運のないかわいそうな人であり、ある程度高齢で亡くなった人のことはそのように思わないのではないでしょうか。創生をした人は本当に運が悪かったのでしょうか、かわいそうな人なのでしょうか。半年ぐらい前のことです。私は毎日ウォーキングをしているのですが、その日はいつもと違うコースを歩き、やや大きめの公園を見つけ、そこで休憩をしました。お天気の良い日でしたから、多くの子供が遊んでいて、親もあちらこちらでおしゃべりをしていました。目の前の光景をただぼーっと見ていました。子供たちが走り回ったり、ブランコに乗ったり、滑り台を滑ったりしているのを何も考えずに見ていたのです。次の瞬間です。いきなりそこにいる人たちの胸のところに不思議なものが見えたのです。薄く光っているような霧の塊というか、雲の塊のような円柱形のものがあります。全員同じものを胸の部分につけていて、胸から前方へと伸びています。え、それは何？と凝視しても、初めて目にするものなので何なのかわかりません。長い人もいれば短い人もいます。どちらかというと長い人の方が多く、子供は比較的長くて、大人は子供に比べるとやや短いです。しばらくじっと観察していて、その正体がわかりました。寿命なのです。子供はほぼ長い子ばかりですが、中には短い子がいます。長さを比較して考えるに、短いその子は30歳くらいであちらの世界に帰るようです。一番短かったのは30代後半に見える母親の女性で、1、2年のうちにこの世を去る計画のようでした。みんなその寿命を胸につけて、走り回ったり、ブランコに乗ったり、ベンチに座っておしゃべりをしたりしているのです。つまり、寿命はいつもその人にくっついているわけです。意識していなくても、常に自分の寿命を身につけて行動している。寿命を認識している
寿命を毎日見ているということです。寿命は年をとって老人となった頃にそろそろかなと考えるものではないのですね。高齢になってから気づく、思い出す、意識するものではなくて、実はこうして幼い頃から毎日あと何年ということを実感しているのです。肉体の脳では感知していませんから、寿命は意識の中にありませんが、人生をどのあたりで終えてあちらの世界に帰るのかということを魂は生まれた時から知っていて、生きている間中毎日確認しているのです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は死んだらどうなるのという本をご紹介します。死んだらどうなるの、最も身近なことのはずなのに最もわからないこと、それが死だと思います。死んだらどうなるの、三途の川をどうやって渡るの、生まれ変わりってあるの、魂が肉体を離れてから私たちは何をすればいいのか、どこに行くのか、そんなあちらの世界を先にちらっと覗いてみませんか。著者は桜井式子さん。霊や神仏と深く関わって育った桜井さんは、2000以上の神社仏閣を参拝して得た神様仏様世界の真理、神社仏閣参拝の恩恵などを広く伝えられており、神仏を感知する方法、ご縁ご加護のもらい方、人生を好転させるアドバイスなど、書籍やブログを通して発信されています。そんな彼女が死んだらどうなるのか、あちらの世界のことをたっぷり教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。寿命は自分で決めてきた人生計画。私が訪問介護の仕事をしていた時に亡くなられた男性の利用者さんは、亡くなる半年前に自分の寿命について正確なことを言っていました。その時点では全くそのような兆候はなくて、体も元気だったし、病気もなく頭もしっかりしていました。奥さんと私が半年後の話をしていたら、その頃に自分はいないかもしれないみたいなことをちらっと言ったのです。奥さんはその言葉を笑い飛ばし、私も奥さんに同調したのですが、本人の予言通り半年後に亡くなりました。やはり魂は寿命を正しく知っているのだなと、その時に確信しました。元夫の祖母は亡くなる年に、今年の夏におばあちゃんは死ぬからねと、まだ子供だった元夫に穏やかに言ったそうです。その時点では祖母は元気だったため、なんで？と聞くと、祖母はそう決まっているからとかなんとか言ったそうです。そしてこちらも本人が予言した通り、夏の暑い日に畑仕事をしていて亡くなったということです。人間は覚えていないだけで、生まれる前に今世の寿命を自分で決めています。適当に決める人はいなくて、ちゃんとその人の人生計画に基づいて決めた年数です。体験すべきことを何歳でやるとか、学びを得る経験を人生のどこに配置するかなど、様々なことを熟考して寿命を決めています。今世の計画だけを考えて寿命を決定するのではなく、魂の経験、数々の過去世も考慮してこの世にいる時間を決めています。今回の人生ではこれだけを学べればいいという限定して得たいことがある人もいます。そのような人はそこをクリアすればカルマを作らないように長生きはせず、さっと帰ろうということで創生します。人によっては30年の人生だったり20年の人生だったりするのはそのためです。長く生きることイコール運が良いというわけではないのですね。20年でも十分だと思えばそのように計画します。
人生は温泉みたいな感じでしょうか。長く使っている人もいれば早々に出る人もいる。人それぞれなのです。そして寿命は自分が決めているので、たとえ人より短くても全く不幸なことではありません。計画通りなのです。かわいそうに思ったり不憫だと哀れむことは、逆にあちらの世界に帰ったその人を悲しませます。寿命が長くても短くても、その時が近くなるとなんとなく察して穏やかに受け入れられるのは、自分が決めたことだからです。突然寿命が示されることもある。帰る時期が近づくとなんとなく寿命がわかりますが、それを若いうちにもっと早くに知ることはできないのかと言いますと、実は何かの拍子にふっと示されています。とても小さい気づきなので、気づかないまま流している人が多いと思います。私は自分の寿命を夢で知りました。まだわかる能力が低かった頃ですが、息子を妊娠している時のことです。私の体の中に香炉がありました。そこには線香が一本立てられています。もちろん火がついています。その香炉を見ていると、そこに新たに線香が一本、誰かの手によって建てられたのです。こちらももちろん火がついています。新しく建てられた線香は77から78年で燃え尽きる長さだなと分かりました。そこで、あ、これは生まれてくる息子の寿命だと直感したのです。ということは、元から香炉に立っている線香は私の寿命ということになります。それは息子の線香に比べるとすでに短くなっており、残りが48年とはっきり数字で見えました。多少の誤差があるとして、私は75から80歳であちらの世界に帰るのだなと思っています。人間は寝ている時、見えない世界とつながっているので、このように夢として寿命を確認していることがあります。私のように線香という分かりやすいものにうまく変換して夢を見ればいいのですが、変換次第では分かりづらい表現になっていると思います。起床してからも見た夢が忘れられない、妙に鮮明だったという時は、寿命を確認しているのかもしれないので、じっくり考えてみることをお勧めします。死ぬ瞬間に何が起きる？死ぬ瞬間とはどのようなものなのでしょうか。元気である今を想像すると、やだやだ死にたくない、誰か助けてとパニックになりそうと不安に思うかもしれませんが、実際にその時が来たら取り乱す人はほとんどいないです。死ぬ時は脳で考えるのではなく、魂が帰ることを悟るからです。病気でも事故でも、ああ帰るんだなと冷静に思うのが普通です。魂が肉体から離れるのが死ですが、自分の意志で、つまりよし今離れようと離れるのではありません。魂の尾が切れて、魂は肉体から分離します。この切れる瞬間に、本人が三次元世界からあちらの世界という別次元に移動して、存在自体が変わります。この時、トンネルのような次元の境目を一瞬で通過します。気づいたら、魂が肉体から離れて自由になっていたとなります。あちらの世界に入ると、そこは誘拐です。ここで死後世界を説明するための次元の名称を明確にしておこうと思います。まず、亡くなって四十九日までいるところを誘拐と呼びます。現実界と重なった世界で、ほぼ現実界にいる感覚の場所です。幽霊もここにいます。ここから成仏して入る世界を成仏界と呼びます。成仏した魂は全員一旦ここに行きます。成仏界から先の世界は高級霊ばかりになるので、高級霊界と呼びますが、進路によって4つに分かれます。人生の最後を満喫する49日間、自分のお葬式の間はずっとその場にいます。参列してくれた人にニコニコとお礼を言ったり、親しい人の手や頭を撫でていたり、家族にハグしたり、感謝の気持ちを精一杯表現しています。
重たかった肉体を脱いでいますから、自分が軽くなって喜びもあります。恨みや無念であるという強い念を抱いたまま亡くなった人は別として、一般的に人間は死ぬと負の感情が薄くなります。心配事、不安、悩みなどもきれいに消えますから、ほとんどの人はとても穏やかな優しい性格になります。生きている時は文句ばかり言っていたお仕事さんだったとしても、亡くなったら負の感情が薄くなるので、生前には見たことがないような笑顔でお嫁さんに感謝をしていたりするのです。死んだことが自覚できない人、納得できずにいる人はお葬式の参列者に次から次へと話しかけます。ここにいるよ、死んでないよと訴えるのですね。けれどこの人もいずれはちゃんと理解して死を受け入れます。死んだ直後は死んだことを受け入れがたく思い、抵抗する人が中にはいるのです。四十九日までの期間は現実世界と重なった幽界にいます。感覚としては死んだというだけでまだこの世界にいるという感じです。亡くなった本人はこの期間がこの人生の最終的な部分であることを知っています。家族や親しかった人など、この人生で大切に思う人と触れられる近さにいることができるのは成仏するまでの間ですから、深い愛情を持ってそばに寄り添っています。死後迷わないようにするために、死後迷わないようにするために知っておくべきことは、自分を現実界の方に引っ張る念を持ってはいけないということです。心残り程度の念ですら成仏が遅れます。一人では何もできない夫を残していくことが心配だとか、このような愛情から発生する相手を思う念でも成仏を妨げることがあります。これらの念は本人と一緒に成仏界に行くわけではなく、現実界に残ります。よって現実界から本人を引っ張ることとなり、先へ進めなくなるのです。残していくパートナーのことを心配するかもしれないという人は、生きているうちに家事や日常のことを教えておくなどすると念を残さずに済みます。もしも死んだ後に、くそー、あいつだけは許せないと思っている自分がいたら、何としてでもその考えを変えなければなりません。その念は無理をしてでも手放さなければいけないものなのです。だって裏切られたのですよ、簡単に許せませんという事情だったとして、確かに信頼していた人に裏切られるのは辛いです。腹が立ちます。けれどこだわったところで裏切られる以前には戻れないし、裏切られた事実は消せないのです。相手を懲らしめるのも自分がすることではありません。自分で復讐をしてしまうと悪霊の仲間になってしまいます。悔しい、許せないという念を捨てなければ成仏できず、苦しいのは自分です。人を平気で裏切るような極悪人のためにひたすら苦しむのは割に合わないです。なんとか考えを変えてネガティブな念を捨てる努力が必要となります。成仏界への道。成仏の仕方は非常にシンプルです。光に向かっていく、これだけです。この光は一段上の世界、成仏界への扉となっています。光へと歩き始めると、すぐに現実界の方の視界が霞んでいきます。現実界が霞んで完全に見えなくなると、自分の周囲は何もない空間の人と周囲に景色が現れる人に分かれます。何もない空間の人は光に近づくにつれて周囲の明るさがどんどん増していきます。周囲が最高に明るくキラキラと輝いたところで、光源である扉に到着します。周囲に景色が現れる人は山や野原の大自然を見ながら光へと進みます。こちらの人は三途の川へ行く可能性があります。そして川を渡った向こう岸に光り輝く扉があります。この扉が成仏界への入り口です。この扉をそーっと開くと、そこには成仏界の非常に明るく爽やかな世界が広がっています。そちらに一歩足を踏み入れると、それが成仏したということになります。
足を踏み入れたそこは転生から戻ってきた人を迎えるための専用の場所です。広い庭園のような場所で鮮やかな色をした美しい花が咲き乱れています。空は高く澄み切った青空で心地よい風が優しく吹いています。まずは花壇や景色の美しさにほーっと癒されます。そしてそこにたくさんのお出迎えの人が待っているのです。大好きだったおじいちゃんやおばあちゃん、早くに親を亡くした人は長年会いたかった親が来ています。親しかった友人、子供時代や学生時代に仲良しだった人、昔の気の合う同僚など自分が好きだった人ばかりが待っていて、おかえりと取り囲んでくれるのです。みんな口々にお疲れ様、よく頑張ったねとねぎらいの言葉をかけてくれます。肩を叩いて褒めてくれる人もいれば、ハグしてくれる人もいます。どの人もニコニコと笑顔で愛情を示してくれます。会いたかったのは相手も同じなのです。親や兄弟とは絶縁状態で、仲がいい友人もいません。迎えは来ないと思います、という人も心配はいりません。あちらの世界にはソウルメイトたちがいますから、その人たちが全員で迎えに来てくれます。成仏した時に一人ぼっちという人は絶対にいないのです。地上で頑張ったことは小さなことでもみんな知っていますし、褒めてくれます。ここでは懐かしい思い出話を思う存分できますし、みんなに愛されている喜びを感じることもできて、嬉しくて楽しくてたまりません。自分がヒーロー、ヒロインなのです。ご褒美タイムと反省タイム。今世で縁のあった人たちと再会を楽しんだ後はご褒美タイムです。そのご褒美とはタイムトラベルです。私はこれがもう楽しみで楽しみで仕方ありません。どこに行こうかなともらえるかどうかまだわからないのに、あれこれ考えています。考えるだけでワクワクします。自分の過去世を見に行ってもいいし、歴史上の人物を見に行くことも可能です。私は失われた大陸を見に行こうかなとも思いますし、原始の人間たちの暮らしにも興味があります。恐竜全盛期や地球ができたばかりの頃を見るのもいいかもと、これはきっと死ぬまであれこれ悩んでいるように思います。タイムトラベルをエンジョイして再び帰ってくると、次は反省会です。人間は一生の間におバカなことをたくさんしてしまいます。良くない失敗も数多くあります。なんであんなことをしたのだろう、どうしてあんなことを言ったのだろうと自分でも呆れてしまう行動や発言をしたりするのです。それが人間です。反省会で守護霊と会った時に、それらのことが全て見えます。魂になっているので、人間の時には見えなかったものが全て見えています。どの出来事が狩るまで、どの出来事が自分が立てた計画なのか、ここでわかります。ああそうだ、運が悪いと思っていたあの出来事は自分が生まれる前に立てた計画だったとか、あの人と人生の途中で仲が悪くなったのはこういうことだったんだ、なるほどと、生きている時に悩んでいたことがすっきりと解決します。いろんな意味で腑に落ちるのです。人生で起こった出来事の意味を知ることができます。魂の進路を決める時がやってきた。成仏界はとても過ごしやすいところです。悩みも心配も不安もありません。いつも心が弾んでいて幸せな状態でいられる、そのような天国です。しかしこの成仏界が魂が永久にいる場所ではありません。初めのうちはここでのんびり過ごすことが無常の喜びなのですが、だんだん物足りないと感じるようになっていきます。もちろんゆったりした生活を思いっきりエンジョイするのもいいです。そのための天国ですから、それはそれで悪いことではないのです。しかし全員が次の世界に行きたいと思うようになります。ここから先は個人の希望によって世界が分かれています。進路は大きく分けて4つあります。
輪廻転生コース、高級霊界で仕事をするコース、神様修行コース、仏様修行コース。さて、自分が死んだらどのコースに行くかですが、今からあれこれと考えていてもいいかもしれません。準備もわずかですができることがあります。死んだ後でどのような世界が待っているのか、自分はどうなって何をするのか、また何をしたいのか、そこを意識して生きることは決して悪いことではありません。これは明るい未来の計画だからです。輪廻転生コースで守護霊やソウルメイトと相談しながら次の人生を一から作る作業はワクワクしっぱなしのとても楽しいものです。今世が病気がちの体だったら来世は健康な体を選んだり、今世が夫としてまた父親として家族を養うために必死に働く人生だったら、来世はお一人様として自分のためだけに働く人生を選んでもいいのです。高級霊界で仕事をするコースでも本当にウキウキと好きな仕事ができます。現実界では才能がなければ難しい仕事でも、あちらの世界には肉体がないので大きな才能の差がありません。好きかどうかがあるだけなのです。自分で仕事を作ってもいいので、日々キラキラと輝いて過ごせます。神仏修行コースは、ちょっとしんどい修行をしなければいけないことと、神仏になるまでの道が険しいので、このコースを選ぶ人は少ないのですが、もちろんどれを選ぶのも自由です。死ぬことは怖いことではありませんし、暗いものでもないのです。ただし、自殺を除きます。自殺はここに書いている明るい世界にはすぐにはいけません。この本を読んで死後の世界の方が楽しそうだからと自殺を考えるのは間違いです。ここははっきりとお伝えしておきます。生きることは辛いこともありますが、いずれ寿命という終わりの時が来ます。その先はのんびり楽しんでもいいし、世の中を変える仕事をしてもいいのです。神仏のお手伝いをすることもできます。そのために大事なのは今を一生懸命に生きることなのです。今世を最高の幕引きで終え、あちらの世界に笑顔で凱旋ができる、誰もがこのような理想的な最後を迎えられればいいなと、そのように思います。今回もプロローグデートのご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。死ぬって漠然となんだか暗くて怖いものっていうイメージがありましたが、本書を読むとそんなことないのかもしれないって思えるんです。遊びに来ていたこの世から一度元の場所に帰るだけなのかもなって、そう考えられると今をもっと気楽に生きられるような気がします。楽しみましょうこの人生をね。本書は死んだらどうなるのかがめちゃめちゃ詳しく書かれています。さらにここから4つのコースそれぞれどんな展開になるかが本番ですからね。信じる信じないというよりも、あ、こんなこともあるのかもねって楽しみながら読むといいと思いますよ。きっといつか役に立つかもしれませんからね。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました。ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです、見つかりましたか。見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを1つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。